君が受けるでいいよ。ゆとりちゃん、よく見ておくんだ。今から起きることは君が招いた結果だ。一発目、二発目、ラスト。このところ殴られてばっかだな。でもまあ、あのゴリラキャプテンの方が効いたな。それじゃあやっちゃうよ。だってさ、ゆういちくん。あれ、ゆういちくん怒ってるの？それともビビってるのかな？うるさい。黙ってさっさとやれよ。いいね、ご希望通り一気にやってやるよ。1枚、2枚、3枚。どうよ、ゆういちくん、今どんな気分だい？ゆとりちゃんもどんな気分？残り5秒。だから雄一が決めて、私雄一の言ったことに絶対に従うから。そっか、俺が受けるよ。最低だ、最低だろ。ゆとりちゃんは何も我慢できない、何も自分で決められない、弱い弱いゆとりちゃん。でも君はそのおかげで無傷で済んだ。まさに弱い者勝ちだったね、ゆとりちゃん。じゃあ始めようか。あえて手は固定しない。度胸を見せてくれ。さすがにゆうちくんも声を上げたね。ほらゆとりちゃん、ちゃんと聞いてる。ラスト。お疲れさん、これで友達ゲーム特別編は終了だ。帰っていいぜ。ただもう二人一緒に帰れる関係性じゃないだろうけどな。